どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレートです。今回は弓戦の押さえておきたいガチルール解説、ガチエリア編となります。ガチエリアといえば濡れないと勝ちにくいルールですよね。弓の塗りがある程度できるとはいえ、味方への負担も大きいルールだと思います。そこで今回はどのようにガチエリアを抑えて立ち回ればいいのか、弓戦ならではの視点でエリアの初動、確保後、確保前、落款に分けてお話をしたいと思います。よければチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速いきましょう。それでは早速ガチエリアの話に入ろうと思いますが、その前にガチエリアについてのルールの振り返りをしたいと思います。決められた枠組み、エリアを取り合うルールとなっており、自陣の色で8割ほど塗ると確保ができる。確保した状態で半分塗り返されるとカウントはストップされる。塗り返せば続行される。ペナルティーアカウントは進行したカウントの4分の3となっている。延長戦は劣勢チームがエリアを獲得し時間切れになれば発生。延長終了条件は劣勢側がカウントを逆転するまでキープ、劣勢側が逆転される前にエリアを奪還する、またはエリアが中立状態のまま10秒経過するとなっています。とにかくエリアをキープし続ける必要があります。相手が塗ることができなければいいので、エリアに近づけさせなければエリアをキープできるということも言えます。弓の場合はこの点に着目してお話ししていきたいと思います。それではまず初動からです。初動はエリアの確保というよりかはエリアに近づけさせないための邪魔ができるポジションを狙って移動するのがいいかと思います。エリア付近は敵が多く体を晒しやすい場所が多いため、塗りの火星よりも攻撃に転じたいところです。ポジションを取ることができれば近づいてくる敵を少しでも牽制してエリアから離したりキルを狙うことができます。初動は邪魔を意識していきたいところですね。ただし邪魔をする場所は敵に警戒されやすい場所なので、敵インクの状況を見て近くにいないかは警戒しておきましょう。初動でうまくキルが取れた場合は塗りの火星でエリアを確保し次のポジションを取っていきましょう。初動ではいかに邪魔できるかが重要です。塗りは味方の塗り武器に任せていいかと思います。また初動は絶対にデスは避けたいところです。後衛の圧がなくなった瞬間相手は一気に攻めてきます。スペの抱え落ちするくらいならスパジャンで逃げるのも得策と思います。続いてはエリア確保後についてです。エリアを確保した場合はエリアに近づかせないためのエリアより前への牽制を意識するといいかと思います。ではどこを牽制するといいのか、それは敵の進行ルートです。もし進行ルートがわからない場合は自分たちで移動するルートを考えてみるといいかと思います。今回はザトウマーケットなどを例にしてあげていきたいと思います。こちらをイメージしてもらうといいのですが、座塔は左の高台と右側の通路からの侵入でエリアに到達ができます。そこから先に来なければ塗りも十分にできないんですよね。ということはその進行ルートを抑えてしまえば時間稼ぎができるというわけです。エリア確保後は前衛も進行ルートに攻めることが多いのでカバーをする必要があります。カバーする際は爆発矢を活用すると非常に強力かと思います。ただし前衛が抑えに夢中になって前に出過ぎた場合は追いかけるのをやめましょう。前に出ること自体は大事なことですが、弓が前に出過ぎても人数振りの元になる可能性が高いからです。それくらいならばスペシャリアサブで時間稼ぎをして味方の復帰を待つのがいいかと思います。もし余裕があればマップなどを見て裏取りの確認などもしておくのもいいかと思います。続いてはエリア確保前キープの状況についてです。この時はお互いのエリアの確保よりもキル優先になりつつある時間かと思います。この時間帯はとにかく人数不利を作らないことが重要になります。そのため狙われやすい後衛は意地でもデスができません。ここで意識したいことは前線にいる味方をカバーすることです。自分からキルを狙うのもありですが、射程を生かすなら味方のカバーに回る方が圧倒的に有利になりやすいと思います。また前衛が落ちてしまうとそれだけで状況がきつくなるのでデスを抑えたいのもあるんですよね。なので味方の後ろからチクチク攻めていくことを意識していきましょう。
この状況で生存しつつポジション維持ができているとデスした味方のビーコンになることが可能です。本作は復帰後の移動が非常にしづらいマップが多いのでビーコン的役割は非常に大事です。特に確保前は人数振りの時間を少しでも短くしたいのでポジションを奪われないようにキープして味方の復帰を待ちましょう。焦ってエリアを塗りに行くのは絶対 NG です。続いてはエリア奪還についてです。エリアを相手に取られている時の動きですね。この時は塗りで味方をカバーすることもできないので前衛が攻めやすいように後ろから兵頭を変えながら攻撃することがいいかと思います。この時に前衛の味方が前にいたら相手に挟まれないようにカバーするといいかと思います。またエリアを取られた時は敵がエリア周りを塗って隠れています。こういった時はメインをガンガン撃つだけでなくポイズンミストを投げてクリアリングするといいかと思います。相手の場所が分かるだけでも味方は動きやすくなりますからね。奪還時はエリアを塗るというよりも相手をエリア外に出すことが大事です。メインとサブなどを使ってガンガン嫌がらせをするのもいいかと思います。ここで焦ってエリアの塗り返しをしようとするといい待てになってしまいますのでこういった時ほど確実に1枚1枚処理していきましょう。最後にエリア全体を通して気をつけたいポイントを話したいと思います。エリアより先を攻める、味方のビーコンになるという2点かと思います。1つ目はエリアより先に攻めるということに関して後衛の強みを押し付ける部分となります。射程という最大の武器があるのでエリアに近づけさせなければそれだけでカウントが進みます。これはキルが取れようが取れなかろうが関係ありません。エリアに関与させなければチームは勝てますのでキルに固執せず近づけさせないことを意識しましょう。2つ目の味方のビーコンになるに関しては自分より前に味方を置くための一番楽な方法だと思います。弓単体では大勢の敵を相手することは不可能です。一番力を発揮するのは味方のカバーをするときに視線が外れた相手に攻撃することが強みです。ということはいかに自分が移動中の中継地点となって味方との連携する機会を作れるかどうかなんですよね。ビーコンになるということは絶対デスできないですし味方が安全と認識している証拠です。そのような状況が作れれば人数不利の時間も抑えれます。デスせずにエリアの均衡状態を保てるポジションを取れている可能性も高いので意識する部分としては非常に大事かと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。2目線の押さえておきたいガチルール解説ガチエリア編はいかがでしたでしょうか。弓で最初エリアした時は塗りができないのできつい印象でしたが役割を見直すと抑えがしやすくとても面白いルールになりました。ただ状況に合わせて立ち回りを変えないといけないこととデスができないのでかなり負担は大きいように感じます。もしエリアをされる際は一つの参考にしてもらえると嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。